原子力事業は、地域住民の理解なしには進まない。廃棄物の処分問題はなおさらだ。意義を伝える努力が大切である。高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する意見交換会で、広報活動を委託された広告会社が、謝礼金の支払いを約束して学生を動員していた。処分事業を手掛ける認可法人、原子力発電環境整備機構、ニューモが、埼玉県など5会場で10、11月に開いた意見交換会にこの広告会社が関与していた。1万円の提供を持ちかけられた、と参加した大学生の一人が明かした。これが公になったため、実際の支払いはなかった。昨年8月のニューモ主催セミナーでは、同じ広告会社が学生4人に約5000円ずつ支払ったという。金で釣るのか、との批判が出ているのも無理はない。他にも不適切な事例はないのか。ニューモには厳格な調査が求められる。高レベル放射性廃棄物は、原発の使用済み燃料の再処理後に出る廃液をガラスで固めたものだ。政府は、2000年に成立した最終処分法に基づき、固化体を地下300メートルより深い地層に埋設して長期間、隔離する方針だ。ニューモが埋設場所を探している。処分地選定には、地盤の安定性などの科学的特性に加えて、地元同意が欠かせない。時代を担う若者の理解を得る努力も重要だ。だが、表に出せない手段を用いていては、信頼が損なわれ、事業の足を引っ張ることになる。政府は今夏、日本列島に埋設可能な土地が広域に存在する可能性を示す科学的特性マップを作成した。全国を回って、各地で住民との議論を深める段取りだった。問題の発覚により、出鼻をくじかれた。広報戦略を立て直すことが急務である。埋設地を決定済みのフィンランドや、候補地をすでに選定したスウェーデンでは、処分事業者が直接、住民と対話する姿勢が理解を深める要因となった。事業は何百年にも及ぶ。埋設地域は、共に歩むパートナーだ。政府とニューモが、主体的に前面に出て取り組まないと、どの地域も積極的に耳を傾けまい。施工経済産業省は、広報活動を委託する考え方が根本的に間違っている、と語ったが、人ごとに聞こえる。担当省としての責任を自覚しているのだろうか。ニューモは、政府や電力会社の出向者が多い寄り合い所帯だ。施工氏は自ら、当事者意識を持って改革を主導せねばならない。